リスクをこう過度に気にしてしまうような社員とか、うん、メンバーに対してどのようなこうアプローチであったりとか、うん、僕がもう圧倒的にリスク取るんで、でみんなに言ってるのはもう決めていいけど悩んで責任取りたくないのは俺に言っといた方がいいよっていう言い方をしていて今日リスクのサイズをみんな忘れがちで、取り返しのつくリスクなら取ればいいと思うし、取り返しがつかないリスクは取っちゃダメなので、はい、社内にそういったリスク取りに社長が行った時に反対できる人っているんですか？反対できる人いますけど、僕説得するんで少なくとも僕は個人の願望でやってるわけでもないし、世の中のためであり人のためであり、これがやった先に何が開けるって話をいつもみんなにはするので。企業のトップと異業種社員のガチンコトークバトル、社長質問があります。今回はビジネスにおいてリスクをどう考えるべきか、そしてリスクをどう取るべきか、高田流の最強メソッドが明かされる。コロナを経てすごくリスクというものを改めてこう重要視するというか、うん、何かを始めるに対してもまずメリットではなくてリスクから考えるみたいな癖がすごく会社内に強いなと思ってますね。リスクをこう過度に気にしてしまうような社員とか、メンバーに対してどのようなこうアプローチであったりとか、どのような観点からこう説得というか、あの説明をしていくようなことを心がけていらっしゃるのかなというのが、もし教えていただければ嬉しいです。そうですね、や難しいですよね。そのやっぱガバナンスっていうのは、上場企業がこう社外取締役を入れようとかガバナンスを統一しようっていうのは、それはそれでこう多分部分的に正しい気はするんです。だけどそれがスピード感をおっしゃるように遅らせていると思っていて、うちで言うともう多分僕がもう圧倒的にリスク取るんで、それを見てる役員陣が多分そのスタンスを真似していて、でみんなに言ってるのはもう決めていいけど悩んで責任取りたくないのは俺に言っといた方がいいよっていう言い方をしていて、それは俺一緒にやったら別にあのリスクは俺も背負えるからっていうことは言うんですけど、だから多分常識的じゃないかもしれないです。スタジアムもまあ民間主導でやってるんで、例えば会議で、例えば本当これぐらいの人数で会議してて、屋根どうします、屋根つけなかったらこう、でも屋根あった方がいいよね、じゃあ屋根ありでみたいなことで決めてますとか、座席も2万2000ちょっと多い、怖い、でも2万やっぱ超えたいよね、じゃあ2万にしようかとかで決めます。で多分それって外から見ると適当に決めてるように見えるんですけど、途中で情報化で違ったらやっぱり2万2000にしようって変えればいい話だし、でリスクってあの結構リスクのサイズをみんな忘れがちで、取り返しのつくリスクなら取ればいいと思うし、取り返しがつかないリスクは取っちゃダメなので、だからスタジアム投資するときにやっぱり今結果で900億使ってますけど、やっぱ僕の立場は900億使って万が一のときに会社が潰れないかってリスクの計算はもう僕が責任持ってやって、それ以外はもう取り返しつくならいいじゃないですか、なんか別になんか告白だって、告白して振られても別にね、ショックだけど時間経てば忘れるわけで、それをそのリスクを恐れてずっとイジイジしてる方がバカらしいと思うんで、だからなんか取れるリスクからどんどん取っていくっていうのは結構おすすめかなと思いますけどね、はい、ありがとうございますちょっとあの社内でも共有するようにしますありがとうございますしかしそんなリスクの取り方に対して視聴者からこんな質問が、はい、社内にそういったリスク取りに社長が行った時に反対できる人っているんですか？反対できる人いますけど、まあ、僕説得するんで反対というか、まあそのね、オーナー企業ですし社長なので、その堂々と正面から言う人がいないのかもしれないですけど、うん、ただ少なくとも僕は個人の願望でやってるわけでもないし、世の中のためであり人のためであり、これがやった先に何が開けるって話をいつもみんなにはするので、ほとんどいない気もします、ね、あ、そうですか、はい、その辺逆に不安になったりしないですか？社内に反対する人がなかなかいないっていう、逆に孤独になっちゃったりとか。でも取締役が僕入れて5人いるんですけど、そこら辺のメンバーは結構本音で言ってくれるのと、あ、そうなんですか、全員と1対1のメールをするので、取締役は週報、役員は月報、部長は3ヶ月報とか、それだから毎週僕60人70人と1対1のメール返信してて、なのでもうそこで結構本音をみんなで会話できるので、こうなんか裸の王様になるようなことは自分なりには気をつけております。なるほど、わかりました、
この話を聞いた大丸の橋本さんがジャパネットのコミュニケーション文化についてさらに深掘り。なんかこうメンバーとのコミュニケーション取り方みたいなもので気をつけてらっしゃることとかってありますか？まず前提として僕が全員を網羅する必要性はあんま感じてないんですよ。僕はやっぱ役員は僕しか上司がいないので、社長役員は僕はコミュニケーションを取って結構しょっちゅう飲み会もしますし、ただそれが課長とか若手だったらその相手が部長とかでも全然いいと思ってるので、福利厚生で例えば福岡のペーペードームのボックスシートって1年間会社で取ってるんですよ。でその部屋十何人入れる部屋が抽選でみんな部長は1回ずつ取れると決まってるんで、見ながら飲み会開くとか、あと細かいですよ本当、お菓子会って月に1回役職者が、総務が準備したお菓子を役職者がみんなに振る舞うっていうのを毎月1回やってたりとか、忘年会も毎年800人ぐらいで、もう余興本気でみんな1ヶ月前から練習を始めて、新鮮も M1 形式で僕と取締役が点数をつけて優勝したら商品が結構豪華なの出てみたいな、もう結構なんだろう、めっちゃくちゃやってます。でどれが刺さってもいいんで、なんとなく楽しくやっといた方がいいねって感じですかね。忘年会多分 びっくりしますよ。 すごいよね余興、仕事以上にごめんそこで滑ると1年間言われるもんね。去年滑ったねこの会社みたいな。でも外から見てるとそういう会社だって印象私全くなかったですわ。そうですよね多分そうなんですね、うん、でも取引先の方もお呼びするんで、結構取引先の方はそういう文化見ていただいて、多分面白いですよ結構ベッドな。はい、仕事もコミュニケーションも独自のスタイルを貫くジャパネット、他のやり方を参考にすることはないのだろうか。ジャパネットの高田社長が異業種の質問に答える社長質問があります。商品が圧倒的にうちがいいと本気で思ってるので理論上最強なんですよ。